さあ、青山学院行ってみたいと思います。本日の英文法の全体像はこちら。4択の文法10問でございます。これも全部いけますので、一緒に頑張っていただきましょう。サミさん、設問の指示の一読をお願いいたします。ナミさん、問いの11番お願いします。まずこれは空所の左側ですね。文頭に出てくる名詞は主語で、主語が単数形になっておりますので、まずは3番がダメですよね。当然主語三人称単数形でございますので、はずにしないとまずいですね。で、皆さん次の段階でございますので、ちょっと色分けさせてくださいね。で、もちろん使われている動詞は contain、 何々を含んでいる状態動詞でしたね。ですから皆さん、あとは思い出すだけでございます。状態動詞は進行形にできませんでしたね。状態ということは動きがないわけですからね。ですから進行形になっている2番と4番がダメですね。ですから正解は1番ということでよろしいかと思います。サミさん、続いて問いの12番お願いします。そしてこれ、空詞の左側の by the time、 遅くともうにゃうにゃまでには、つまり私が40歳になるまでにはということで、未来の内容を示しておりますので、現在時制の選択肢1番2番がダメですね。で、あとは皆さん、もう一回場合を考えていただけるとよろしいかと思います。遅くとも私が40歳になるまでには、うにゃうにゃが終わってる、うにゃうにゃが完了しているという意味内容ですね。ですから皆さん、完了形を示している選択肢4番、これが正解ということでよろしいかと思います。さあ、続いて問いの13番お願いします。まず選択肢の1番2番見ていただけるとよろしいかと思います。 reports、 もちろん自動詞ですか他動詞ですかと言われたら、報告したよ、何をということですので、他動詞ですね。ですから後ろに目的語が必要なんですが、見ての通り to 不定詞、つまり目的語がないんですね。ですから、あとは他動詞の後ろに目的語がなければ受動態にする、その原則を思い出していただけますと、1番2番がダメですよね。で、皆さん、3番4番であれば受動態になっておりますので、今のところ良さそうです。で、あとはどっちにしますかということですが、当然空所の左側、文頭の名詞は主語ですからね。で、見ての通り三人称単数でございます。ですから選択肢の4番は出だしがハブではまずいですね。はずであればよろしいかと思います。ですから選択肢の3番、こちらが正解ということでよろしいかと思います。サミさん、続いて問いの14番お願いします。そしてこれは空所の左側に if で、空所の右側に助動詞の過去プラスハブ過去分詞、この形ときたら仮定法の過去完了ですよね。で、それに気づけたら選択肢はもう一発でいけそうですね。ただもちろん選択肢の3番見間違えないようにしましょうね。ハードの右側に過去分詞ではなくて ING になっちゃってますからね。ですから仮定法過去完了、名前と形が一致しますので、もちろん正解は4番ですよね。 had been ということで過去完了になっております。ですので4番が正解ということでよろしいかと思います。サミさん、続いて問いの15番お願いします。皆さん、これ空所の左側、主語が someone、 三人称単数形になっております。ですから皆さん、選択肢の1番の were、 そして4番の are、 これがまず一瞬で削れるかと思います。あとは皆さん、2番と3番時制の問題ですよね。で、もちろん手前の文章を見ていただきますと、ワンちゃんがどこかいっちゃってるんですね。ということは皆さん、誰かがそのワンちゃんをアウトということですから、外に連れ出してしまったのかもしれませんね。ですから皆さん、この空所のあたりの時制は過去になるはずですよね。過去に連れ出したからこそ今おりませんということでよろしいかと思います。ですから選択肢の3番、皆さん、メイアスウェルのこのまんまであれば現在時制ですよね。ですが選択肢の2番、助動詞プラスハブ過去分詞、これは皆さん過去時制を示しましたね。うにゃうにゃしたに違いない。ですから正解は2番ということでよろしいかと思います。さあ、続いて問いの16番お願いします。まず空所の左側の主語 the prices ということですから、複数形ですよね。ですからまず選択肢の1番 isn't が消えますよね。あとは皆さん、2、3、4、レイズとライズ。
皆さん覚えてますよね。2番、4番のレイズは他動詞。で、3番のライズは自動詞。じゃあ今回皆さん空詞の右側どうなってますかと言われたら、見ての通り前置詞プラス名詞で M になっております。ですが皆さん2番、4番、他動詞を選んでしまうと、後ろに目的語が必要です。ですがないわけですから、2番、4番、×ですから自動詞としての選択肢の3番。これが正解ということでよろしいかと思います。さあ皆さん問いの17番お願いします。まずこれは動詞が is で単数形になってますよね。ですからまず選択肢の2番と4番の複数形を削りますね。で、トミさん選択肢の1番、3番。違いは漢詞で、あにするか座にするかですよね。で、もちろんそれはこの緑のところがヒントになってますね。最も長い人工的な構造物の一つ。そうです。特定できてますよね。ですから不特定を表すあがくっついている1番はダメですね。ですから座がついている選択肢の3番。こちらが正解ということでよろしいかと思います。さあ続いて問い18番お願いします。まずこれは空詞の右側のオレンジジュースですよね。つまり液体でございますので数えることができない。いわゆる不可算名詞と呼ばれてましたね。ですから選択肢の1番のフューと3番メニー。これは数えることができる名詞にくっつきましたね。で、渡辺さん2番だったらたくさん残ってる。4番だったら hardly any ということですから否定ですよね。つまりほとんど残ってない。で、どっちにするのかということですが、この文末の意味内容上でいけそうですね。いくらか買いに行かざるを得ないわけですから、ほとんど残っていないと考えられますよね。ですから正解は4番ということでよろしいかと思います。さあ、問いの20番をお願いします。まずこれ空詞の左が remember がおりますので、後ろの形は to 不定詞か ing でしたね。ですからまずその形が成り立っていない選択肢の3番が×ですね。で、あとはどれにしますかということですが、ヒントはこの文末ですよね。彼女が高校生だった時という過去のお話がしっかり書いておりますので、その過去の内容を表す時は1番の ing でしたね。で、もちろん2番とか4番の to 不定詞は未来の内容を表してましたね。ですから今回は過去の内容でございますので、正解は1番ということでよろしいかと思います。サムさんお疲れ様でございました。今解説した情報をまとめていきたいと思います。これは次につながる情報でございますので、しっかり聞いていただけるとよろしいかと思います。まずはカッコ1、皆さんコンテインが出てましたね。もちろん状態動詞と呼んでましたね。でもちろんその状態動詞と言われたら進行形にすることができませんでした。ただ皆さんそれがなんでやねんという方いらっしゃるかと思いますので、皆さんそれの解説動画はすでに存在しておりますので、それの動画のリンク先、それは概要欄に貼っ付けておきますからね。この後お時間よろしければご視聴くださいね。そしてカッコ2、皆さんバイと言われたうにゃうにゃまで、テルさんそれで終わってしまうとティルアンティルとの違い、これがなかなか出ないかと思いますので、バイは遅くともというふうに付け出した方がよろしいかと思います。で、逆に皆さんティルとアンティルはうんたらかんたらまでずっとという継続を表してますからね。そしてカッコ3番、他動詞の後ろに目的はなければ受動態や過去分詞にしましょうね。皆さん先ほどリポートの動詞の意味の問題、それで出ておりました。で、もちろんこれも解説動画はすでに存在しておりますので、リンク先は概要欄に貼っ付けておきますからね。そしてカッコ4、仮定法過去完了も問われておりましたね。同じく動画のリンク先は概要欄に貼っ付けてます。そしてカッコ5、先ほどマストハブ過去分詞の問題が出てました。ですから助動詞プラスハブ過去分詞、これは過去時制ということでよろしかったですね。もちろんこれの動画も存在しております。そして皆さんライズとレイズ、自動詞他動詞の区別がやっぱり問われますよね。そして加算名詞にかかるものと不加算名詞にかかるもの、多いを表すときはメニーとマッチ、そして少ないを表す場合、フューとリトルでよろしかったですね。そして皆さん自慢を表す熟語、ボーストと来たら、オブかアバウトで自慢する。そして皆さんプラウドも選択肢の中にありましたね。前後は be proud of、 うにゃうにゃを誇りに思うということでよろしかったかと思います。そして選択肢の中にリファーもくっついておりましたので、リファー to でうにゃうにゃに言及する。そして最後の問題は remember の後ろ、to 不定詞と ing の違いが問われてましたね。もちろん to 不定詞の場合は未来、ing の場合は過去。これ皆さん未来と過去の違い、ご存じない方のために動画はすでに存在してますからね。ですから次につながる情報をちょっとまとめてみましたが、もし知らない情報ありましたらこの後ノートを取っていただいて、テレさんノートを取った後はこれですよね。赤シートで隠してスラスラ言える、それを頑張っていただけるとよろしいかと思います。という
ということで、頑張ってください。